柱絵奈が8月放送の24時間テレビ46日本テレビ系にチャリティパーソナリティで出演。番組内のズームイン朝ワンポイント英会話でウィッキーさんを相手に中継で英会話を披露した。ウィッキーさんにダブルハットドゥユードゥトゥゲットオーバーザヒート、あなたの暑さ対策は？と聞かれた足田はすかさずI eat something cold while listening to refreshing cold sound と返答。ウィッキーさんは、冷たいものを飲みながら、綺麗な音楽を聴くというねと、アシラの答えを日本語で繰り返し、感心。ネットでもアシラの英語力に驚きの声が続出した。そこで今回は10から30代の女性100人に、驚いた英語堪能な芸能人について聞いてみた。第3位、13.0% は、セクシーゾーンの中島健人。中島は10月20日に公開されるお前の罪を自白しろでサスペンス映画初主演を果たす。2024年に世界同時放送&配信予定のヒルオリジナル海外ドラマコンコーディー仮ではメインキャストの一人として出演、前編英語のセリフに挑戦している。同ドラマについて中島は自分の英語が通じるか心配もあったといい、撮影までに自分のパッションとできる限りの英語コミュニケーション能力を高め、その自信とともに撮影地に来ることができた気がしますと意気込みを語っていた。ずっとアイドルなので、英語がそこまで堪能だとは思わなかった。26歳、女性、パートアルバイト。イケメンで歌って踊れるだけでなく、英語も喋れるなんて意外に思った。31歳、女性、主婦。セクシーでかっこよくてイケメンな人だと思っていたら、実は努力家で英語を一生懸命勉強しているのだなと思った。18歳、女性、学生、フリーター。ジャニーズなのにすごい。35歳、女性、事務職。かっこいいけど、ちょっとおバカなのかなと勝手ながら思っていたからびっくり。29歳、女性、学生、フリーター。第2位は、ノーアルタカは爪隠す、小島よしお。第2位。17.0% は、小島よしお。小島は2020年に AERA. 朝日新聞出版で34歳の時にアメリカ人と2年間一緒に暮らしたことを告白。海外旅行を楽しみたいという理由から英語を勉強したいと思い、30代前半には英会話教室にも通ったが身につかなかったが、英語を話せる友人から外国人と一緒に暮らせばいいと助言を受けたという。毎日同居人と会話をし、外国人が集まるバーにも頻繁に通って勉強。今では海外でレストランの予約もスムーズにできるようになり、行動範囲が広がったという。一発ギャグでおちゃらけているだけではなくて、学があると知ってギャップに驚いた。24歳、女性、学生、フリーター。高学歴なのは知っていたけど、まさか英語までできるイメージはなかった。35歳、女性、パートアルバイト。ノーアルタカは爪隠すの典型的な例だと思った。31歳、女性、主婦。正直、あまり賢くないと思っていたので意外。21歳、女性、学生、フリーター。芸風のイメージがあったので驚いた。24歳、女性、主婦。第1位はギャップに驚きのフワちゃん。そして第1位、30.0% は、フワちゃん。フワちゃんは、小学校2年生から4年生までロサンゼルスに住んでいた帰国子女。2020年放送の徹子の部屋、テレビ朝日系で、最初は英語が話せなかったが、転校初日に笑いすぎておしっこを漏らしてしまい、英語の話せる日本人の友達に、水たまりで転んだと嘘をついてくれと頼んだが、友達が教室で説明したところ、クラスメートが大爆笑。フワちゃんが英語わからないのをいいことに、友達が真実をばらしたと直感し、それが嫌で英語を学ぼうと思ったという。現在、プライベートの親友で同じく英語が堪能なトンツカタン森本と共に、トンツカタン森本&フワちゃんのサーズデーナイトショーを学ばない英語を、テレビ朝日系という番組も担当している。ポジティブ陽気のおバカキャラかと思っていたので意外。28歳、女性、研究開発技術者。あのはちゃめちゃキャラから英語がペラペラなのは想像できない。31歳、女性、総務、人事、事務。頭が良いイメージがなかった。29歳、女性、総務、人事、事務。結構ぶっ飛んだキャラなので少しおバカなイメージがあったが、アメリカ英語が上手いと感じた。22歳、女性、学生、フリーター。
破天荒なキャラクターとのギャップに驚いた。32歳、女性、契約社員、派遣社員。あまり勉強が好きではなさそうに見えたのでびっくり。33歳、女性、総務、人事。英語を武器に世界に挑戦中のイケメンが続々ランクイン。驚いた英語堪能な芸能人。第4位以下はこちらから。動画、ネイティブじゃん。世界に挑戦。第2位イケメン流暢すぎ英会話。